リルさんがやってらっしゃる仕事で興味持ったのは、こうヒットを作るだけではなくて、その長く売り続けるってよくおっしゃってますけど、それって どうやったら最初にあんまりこう売る力を強めないとかって、そういうことなんですか？いや、そういうことよりも、ね、結局私いつも、社員に言ってることですけども、商品じゃないです、商品に行動があったら、意外と寿命が短いですよ、ただし例えばお客様がなんで私たちが、買ってるのかということは、それをちゃんと理解してください、で結局まあ、今我々フィットネスのことあるんですけど、ほぼ私たちから買っていただいている人 90% の人はやっぱりフィットネス生活できてない、自信がない、そうするとですね、私たちがずっとそういう商品を通じて付加値、商品を通じてどういうふうに簡単に続けるんですよというか、生活ライフスタイルを変えるんだよということは、こういうことを意識して、やってるんです、ですからフィットネス意識考えている人は、これ急にその半年で終わるとか1年で終わることはないんですよ、ないですね、ただ商品は、寿命があるんですよ、はい、でさっき星野さんがおっしゃったんですけども、結構我々がなんか一気になんか売れてるんだというふうに見えるんですけど、こういう商品を、スタートから、売れるようになるまでは、だいたい半年から2年ぐらいかかるんです。かかるんですね。やっぱり時間かかるんですね。でそれが同じなんですよ。だからどういうふうに良かった点、悪かった点、マーケティングの、メッセージを変えたりとか、商品をいろいろ改善したりとか。商品もじゃあ実際に改善するんですね。改善します。なるほどなるほど。いろんなやっぱり細かいところから、でちょっとでも嫌なことあったら、お客様から聞くんですよね。なるほど。で最終的にこれが、できて出すと、でそれがヒット作ったんだってなると、簡単に見えるけどそんな簡単じゃない。そうですね。でそういうことは私たちがもう本当に今私たちがやっぱり大きな課題としては、ずっと我々通販ということはもちろんですけども、通販から買うという大体日本の人口は大体 34% なんです、ただ私たちやっぱりその商品というか、別に、通販付きのお客さんだけじゃなくて、大体どんな人でもフィットネスとか健康とか、ビューティーとか、それは別に通販付きの人お客さんだけじゃない、そういうふうにも我々がもう誰もしてるライフスタイルブランドを今目指してるところです、そういうこと非常に羨ましいですね。もう、星野さんのところ誰もしてる、でこれが一流のブランドだったら、酷だ、僕ら僕が91年に事業をついたんで、その時は本当に無名の地方の旅館だったんですよね、ですからずいぶん長かったんですよ、23年かかったんですけどね、ここまで来るまでね、ただまだまだ私たちも力がないんですけど、僕ら逆にね、そのさっきのロングセラーの話なんですけど、ロングセラーを作っていくコツっていうのは、僕はさっき商品改善するとおっしゃったじゃないですか、我々もね変化だと思ってるんですよね、毎年 やはり少しずつこう変えていくってことはすごく大事 で、でそれもね私たちの場合35拠点あって、各地方にみんなスタッフは住んでますからね、私はねどっかにいてどう変えていいかってことは分からないんですよ、だからね、現地のスタッフが自分で変えるっていうのは大事なんですよね、でその現地が自分で変えられるような素材にしておくっていうのは実は僕にとってのコツなんですね、ですからやっぱり自分たちで変えられないテーマとか変えられないコンセプトのリゾートを作っちゃうと進化が止まっちゃうんですよね、だから肯定概念になりますね、そうだから自分たちで変えられるものにしておくっていうのがね、実は私にとってすごく大事なんです、そのためにやっぱり地域らしさとか、地域の食材とか地域の文化自然、こういうものをテーマにしておくと、住んでる人たちが自分でこう地域の良さって分かるじゃないですか、そうするとお客様に提供する内容 もう毎年のようにこう変えていくっていうことができる、それがこうロングセラーにつながる私は秘訣だっていうふうにリゾートは思ってますけどね、で我々のホームページ見ていただくと、もう同じリゾートでももう毎年魅力が変わる、写真が変わる、提供している食べ物が変わる、
この変わるっていう、まあ、逆に進化するっていうことがリゾートビジネスにおいてもものすごく大事だと思いますね。